はい、夢です、はい、どうぞ。こんにちは、キッシーです。キッシー来たね。いいね、明るい明るい時間キッシーと会うの久々だった。久々ですね、確かに。いやようこそキッシー、はい、この梅チャンネル。今日もよろしくお願いします。どうですか、その評判は。評判すごいですね。なんか本当に多分2ヶ月ぐらいですか、今、うん、そうだね、あの出るようになってから、うん、僕ツイッターのフォロワーさんが、うん、1200人だったのが、うん、今1800人。すごいすげえ600人も。すごいなって感じ。このチャンネルすごいんだな。はい、ものすごい、こう特に自分が出た動画を、はい、アップされた当日、うん、直後がすごいです、うん、いいね、いいね、いいね、やりがいあるね。じゃあ今後もよろしくね、はい、今後もよろしくお願いします。梅さんの、チャンネル登録数、うんうん、あ、今現段階、はい、今8月のこの5日の段階で、今19,400、もう2万人のカウントダウンで。そうですね。じゃあちょっとこの撮影で2万人突破せたら、こう、この動画をきっかけに2万人突破するといいの、ね、なるほど。オーケー。じゃあ2万人突破したらまたちょっと動画で、はい、あ、そうですね、やろうか。振り返るコメント、振り返る動画で、今日キッシーに来てもらったのは、はい、ちょっとキッシーを脅かそうというか、脅かす驚きの報告がある。あ、驚きの報告。今これ撮ってるの8月5日なんだが、はい、間に合うかな。俺来週からちょっと夏休みで、お、なんとちょっと東京日本を離れ、え、まずなんと、はい、アナハイムの、お、ロサンゼルスアナハイムのディズニーランドにちょっと行ってこようと思って、はい、マジっすか。マジ、もうこれチケットも取ってホテルも取った。お、マジマジ、すが、マジ、ね、来週からアナハイムで、なんでこのタイミングに行くの、はい、っていうその目的は、はい、俺前の動画でもちょっと言ったんだけど、はい、俺がもう本当にディズニーのあらゆるショーパレードの中で、はい、俺が一番、まあ、好きだって、まあ、思っている、まあ言わされたいやいやいや好きなんだけど、はい、一番ではないんだが、まあ、かなりトップランクで、トップランクの、はい、好きな、はい、アメリカのリメンバードリームカムトゥルーっていうリメンバーっていう花火と、はい、それから俺が好きなあのアメリカのカリフォルニアのアナハイムのファンタズミック、この2つが今年どちらもリニューアルで帰ってきたんで、リターンで、リターンそうなんですか。なので2つとも今風の2017年バージョンに生まれ変わったっていうのを聞いたので、これは行くしかないな。マジですか。マジなんだよ、行ってくるんだよ。何泊？3泊5日、うん、本当はね4泊見え替えしようと思ったんだけど、ちょっと4泊だとさすがにだれるし、あ、4泊だとリメンバー4回見れるんだけど、はい、まあ本当見たかったんだが、はい、まあちょっとね、やっぱ前後、うん、日本をそんだけ開けるのもなかなかね、そうですね、いろいろあって、まあ、3泊5日でギューっていくんだよ、はい、フライトの関係もありますね。そうそうそう。でじゃあ何、そのリメンバーとファンタスミック、はい、じゃあそこまでしてね、そんな3泊5日の、まあ、ほぼ弾丸、俺は弾丸と思ってないんだが、ああ、はい、うん、やっぱりアメリカとか行ったことないっていう人にとっては3泊5日ってそんなショートで行くなんてって思うらしくて、普通めったに行けない海外だから1週間10日行くもんだろうっていう人がもういるんだけど、はい、俺の中ではあの3泊5日でまあええかなと思ってて、あ、逆にそこまでして見に行きたいリメンバーとファンタズミック、これはもう、それはもちろんですけど、うん、動画アップされます。動画悩んでる。マジっすか。うん、でもね、あの実はもうそこそこ外国のマニアの人は上げてるので、うん、だから俺がわざわざ上げなくても、ああ、なるほど。まあいいかなと思って。でもちょっと一応機材持ってって、はい、もし余裕があれば撮ってみようかなと思ってる。なるほど。うん、で、俺が3泊5日で夏休み、しかも一番ドピークの、うん、ハイシーズンじゃん、ドピークのお盆のいくらかかるんだろうっていうのは聞かないでおきます。ちょっとまあ、あちょっとまあ、まあ、止まってからな。ここで、うん、で、そこまでしていくそのリメンバーとファンタズミックって何なんだって、うん、あ、そうです、ね、思う人もいると思う。でもこれですね、僕見たことないですけど、でも、はい、オッケーオッケー。でもね、これ別の動画で言ってるんだよ。あ、はい、そのリメンバーとファンタズミックはだから別の動画で見たからもう聞いたよ、その話何回目だよっていう人は多分ここでこの動画止めていいですでも、え、そんな動画あったのどこどこって過去の動画探しに行くのもきっとだるい人もいるので、あ、確かに、うん、まあちょっとまあでも同じこと言うのもなんなので、あ、ちょっとまあ変えて言うと、変えて、はい、なるほど。そのじゃあどっちからいくの、リメンバーでしょうか。リメンバーから。リメンバーはもともと2005年に、はい、カリフォルニアのアナハイムの、ディズニーランドが
50周年を記念して、やったお城の前の花見なんだよ。十何年前ですか、12年前、2005年のね、はい、で俺は言ったらなんか花火って、はい、ただポン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 打ち上げて、でその時のシーズナルの BGM をかけて、はい、はい、終わりって感じで、正直別にだったの。キャラも出ないし、あのなんかストーリー展開もないし、ね、まあさほどあの、まあ、日本のいわゆる花火ね、はい、うん、何言ってんの、花火だってちゃんと緩急つけて強弱あるし、ストーリー性あるやんけって言う人いるかもしれないけども、はい、俺花火そこまではちょっと思い入れもなかったので、意外とふーんって感じで、はい、終わんねえかなって感じで結構そんな感じだったの、はい、でところがその50周年花火っていうぐらいなんで、どんなもんかと思って、はい、しかもお城の前でやる、うん、城前花火っていうのでふーんと思って見に行ったら、めちゃくちゃ感動して、すごいんだよ、まあ、動画上げてるんだけど俺、はい、その50周年を記念するっていう、本当にディズニーランドの50年の歴史を花火で表現するみたいな、ざっくり言うとそういう花火で、俺花火で生まれて初めて泣いたんだよ。マジっすか。花火泣くってすごいでしょ。すごいですね。花火で泣くんだよ。で、俺あまりにもすごくて、はい、でその動画は俺字幕付きで上げてる、この夢チャンネル。もう相当の熱量です、ね、熱量もうすごいです。俺その年になって年パス買ったもん。え、アナハイムの。アナハイムのその50周年花火を1回でも多く見ようと思って、俺その年、はい、年パス買って、でゴールデンウィークにまず 2,3 回見て、で6月のアメリカ出張の時3回ぐらい見て、はい、で8月の個人旅行でも4回ぐらい見てるんで、まあ、すごい、多分俺その年1年で10回ぐらい見てる。マジっすか。そのぐらいすごかった。でも俺がリメンバー10回見たって言っても、うん、何言ってんだよ、たかが10回ポッチででかい顔するなっていう必ずいる。なるほど。絶対いるから、はい、うん、ほんなら10回たった10回見ただけで何言ってんだこいつ、ドヤ顔すんなよって思ってる人絶対いる絶対いる絶対いる、うん、そのぐらいでもすごいショーなの。うん、で続きがある、はい、で日本のハピネスとかもさ、あ、はい、アニバーサリーイベント終わったらさ、うん、あのレギュラーメニューとして定着するじゃん。はい、そうですね。あの、まあ、クリスタルビーチジャーニーは定着しなかったけど、そうですね、まあ、今でハピネスとかジュビレーションとかね。そうですね、はい、でそれと一緒でそのリメンバーも、はい、あまりにも評判いいもんだから、引き続き50周年終わっても、はい、結構しばらくやってたわけ。おー、そうなんですね。うん、でところがずっとやってて、でもね、あー、いつか終わるんだろうなと思って、でクリスマスとか、はい、ハロウィンとかになると、はい、そのシーズナルメニューになるんだが、はい、そのシーズナルが終わって通常のプレーンの素のディズニーランドに戻った時はまたリメンバーだったんだよ。あ、そうなんですね。いわゆる本当のレギュラーだよね。日本でもそうだよね。ハロウィンの花火やるんだけども、ハロウィン終わったらまた戻るよね、レギュラーの花火に。それと一緒で、はい、しばらくそのメンバーも続いてたわけ。ところがさ、2年前に60周年が始まって、2015年で、はい、それで今度そうで、ディズニーランドフォーエバーっていう花火に変わっちゃったんだよ。あ、そうなんだ。そりゃね、まあまあまあ、まあ、と思って、ディズニーランドフォーエバーくそーと思って、でも自分でさディズニーランドを永遠になんていう名前だからさ、はい、で見に行ったわけ。お、はい、それもそしたら申し訳ないけど、やっぱリメンバーは超えてないんだよ。あ、そう、リメンバーなくしてこの内容かと思って、で、まあ、でも悪くはない。あ、そうなんですね。うん、で初めて見れば、はい、多分感動する。おでもその50周年のインパクトは超えてない。でそれで、はい、60周年も去年終わったの、はい、で60周年終わったからさ、ってことはそのディズニーランドフォーエバーっていう花火が、はい、またレギュラー花火としてやっぱりそこに居座るんだろうと思ったわけ。あ、まあまあ、それは今までのそうジュビレーションがレギュラーになり、そうだったように、ハピネスもレギュラーになり、はい、でこの60周年花火がスタンダードの花火として、まあ、ディズニーランドに居座るんだろうなと思ったわけだろうなと。そうしたら、そう60周年終わって、はい、また50周年花火に戻ったんだよすごくない？すごいですね、うん、だから今やって60周年花火を押しのけて、また50周年花火をもう一回やる。だからそのぐらいすごいんだよ。ウォルトディズニー側もやっぱその反響とこだわりがすごいんでしょうね。多分分かったんだ、分かってるんでしょうね。分かってるんだよね。うん、なの でしかも帰ってきて、はい、でしかも、当時の花火をどうやらねパワーアップしてるらしくて、うん、あ、そうなんですね。やっぱ今ってほらあの、はい、プロジェクションマッピングとか、そうですね、いろんな白前ですもんね。白前だからやっぱハイテク技術があるので、うんうんうん、そのだからね、アメリカのマニアもね、なんかリメンバー、なんかリターンリメンバーとかなんかで、帰ってきたリメンバーみたいな感じでやっぱ分かってんね、みんな
なんですね。だから絶対パワーアップしてるはずなので、うん、でどのぐらい俺の好きなリメンバーがパワーアップしてるのか、まあ、ワンバンズドリームがワンバンズドリーム2になったように、ね、その帰ってきたリメンバーをね、ぜひこの目で見たいと思います。それは楽しみです、ね、楽しみでしょ。でそれが1点と、はい、もう1個ファンタズミック。そうだ、はい、でファンタズミックはこれも別の動画で言ってるんだけど、はい、これキッシーも前何度か言ってるけど、はい、その今日本でやってるディズニーシーのファンタズミックとは全く別物で、はい、まあ、簡単に言うと、まあ、ディズニーシーのファンタズミックがお手本としている元祖本家オリジナルのファンタズミックね、うん、でそれはディズニーランドの地形、既存の地形と、既存のアトラクションを流用しているので、はい、オリジナル版の本家本元ファンタズミックは、うん、そのアナハイムでしか見れないんだよ。で現在世界でファンタズミックは、はい、フロリダのディズニーワールドと、はい、ディズニーシーと、はい、今俺の知ってる限りは3カ所、3カ所でファンタズミックやってるんだが、はい、フロリダのディズニーワールドはファンタズミック専用劇場ってなのね。おー、はい、でそれは言っちゃなんだがレプリカなんだよ。あ、そうなんですか、うん、全然違う。その今言った地形、既存の地形と既存のアトラクを利用してるので、はい、でそれを利用してないから代替なんだよね。代替だから、はい、だからちょっとレプリカなんだよね。なんか BB みたいなこう室内ショーなんですか。ファンタジー劇場、半ドーム、屋根がついた、まあまあ、ニュアンスとしてはじゃあ ワンマンズのショーベース的な感じの。そうだね、ちょっと吹き抜け的な感じで、ショーベースみたいな、もっとでっかいんだけど、はい、すんごいでっかいんだけど。で日本のシーンのファンタズミックは、はい、まあ、ダメではないんだが、あ、ちょっとね、はい、改変しすぎ。あ、そうなんですか。変えすぎ。うーん、でもまあ仕方ないんだよな。その何度も言うが、はい、既存の地形と既存のアトラクを流用してないので、はい、必ず改造しないとディズニーシーンに収まらないから。あ、まあ、まあね、構成上の問題っていうのもある、うん、だからああするしかないんだよね、うんうん、でもだいぶ曲も変わってるし、はい、おおむね展開は同じなんだけど、はい、やっぱ原作見た俺から見ると、はい、やっぱちょっとな、やっぱその既存のアトラクションと既存の地形をうまーく利用してるって、はい、そこも感心するところなので、その評価がないんだよ、そもそも。そこがごっそり抜け落ちてるから。まあそうです、ね、だからもうどうしようもないんだよね。だから4のファンタズミックは名前を、これイマジネーションって名前だったら問題なかったんだよな。まあまあ、でそんなファンタズミックも確か登場したのが90年だか91年だ。そんな前なんですか。前だからもうそろそろ、それは知らなかったです、ね、そろそろ20年じゃないかな。うわ、20年は経ってる絶対に。だって俺が生でファンタズミックをこの目で生で見たのが、はい、ね、96、はい、年か7年だから。でその頃ファンタズミックってすげえショーがあるって聞いてたんで。40周年。でそのファンタズミックが、はい、過去一回大きなリニューアルになるんだけど、はい、まあ C でも内容ほぼ同じなんで言っちゃうけど、ドラゴンのシーン、ドラゴンのシーンが、はい、あれ昔のドラゴンがあって、うん、今のドラゴンがあって、はい、で今度どこがリニューアルになったのか俺一切情報を入れてないので、まだ、うん、前回のリニューアルは、はい、ドラゴンが大きく変わったんだけど。おお、そうなんですね、うん、昔ね、3、4年前に1回大きなリニューアルがあったのね、はい、あ、そうなんですか。1回それ焼き鳥だったんですか。違う、ブラジルシーンのこと。違う、これ言っちゃうとダメだ。なるほど、うん、あ、ちょっと前のがこうで今のがこうって言っちゃうと、はい、これネタバレになるんで。ああ、なるほど、うん、そうなんですね。でこれもね、皆さんそんなに言うんだったらアメリカのファンタズミック見てやろうかって言って YouTube にいっぱい上がってるんだけど、うん、できれば見てほしくない、うん、見てほしくない。でいろんなところからみんな言ってくると思う。あ、うん、シーのファンタズミックはこうだけどアメリカ版はこうなんだよって、いろんな人が、あ、 そうですね、それコメントに書いちゃダメですね。あ、もうでもね、はい、いっぱいもう、あ、まあまあ来ちゃう、来ちゃう、しょうがない、しょうがない。でも、もしいつか生で見たいと思ってる人、もしくは生で見た方が絶対インパクトあるので今からでも遅くはない、うん、もう YouTube で検索したりせずに情報もシャットアウトして、もう生で見てほしい、ファンタズミックは。だから俺今回リニューアル版も、はい、俺情報を探れば、ここが変わったっていうふうに、変わったチェック項目リストもおそらく今の、ね、このご時世リストはあると思うんだが、そうですね、絶対俺見ないようにして、見ないようにな。ので
どんなものか、ちょっとそのファンタスティックとリメンバー、楽しみにこの2つを見てきました。あともう一個は、はい、あの新しいお顔がどんどん それ今言おうとしました。やっぱりそういえばと思ったんです。そうなんだよ。そういえば梅さん海外行かれてないなと思って。うん、香港も行ってないですけど、これ人によるんだってらしいですね。どうなんだろう。まあ OK っていう人とちょっとないわっていう人がいて、はい、まあ、実際動いてるとこは相当可愛いっていう風に。本当にでも寄り目だからな。寄り目、寄り目僕は寄り目の方が好きは好きです。え、じゃあもしかして肯定派？肯定派、まあまあ現行東京版が本当に、はい、好きではありますけど。でもそのファンタズミックのミッキーも超イケメンなんだよ。はい、おそうなんですか。すごいイケメンミッキーで、おー、あの分かるかな、まあ、分かる人は分かってほしいんだけど、あのブレージングリズムって分かるかな。分かんないよな。要はミッキーが火を操るんだよ。おー、火とか炎を操って、要はシーンが近いよ。真ん中のマジカルハットにミッキーがポーンと出てさ、はい、でパイロがミッキーの指示で、はい、こうパーパーって、うんうん、要はそのミッキーがオーケストラの指揮者のようにもうショーの中心に立って全てを操るような、うんうん、めちゃめちゃイケミッキーなので、イケミッキー、あの顔であそうなんだ、そんな大役をファンタズミックの務めて新しいお顔なんです、のはずだよね。それはグリしてから行きますか。まあね、はい、まあそんな感じですよ。はい、なのでちょっとまあ土産話はちょっとまた、そうですね、持ち帰るので皆さんぜひぜひ。来週行かれる。来週だね。まあ詳しい日程を言おうかとか迷って。完全にど真ん中ですよね、あの日本のお盆の。いや、ど真ん中でもないよ。そうでしたっけ。いやでもほぼ三連休、山の日でしたっけ。山の日に出発。あ、ジェスジー。で戻りが、はい、来週火曜。火曜日。うん。なんで14戻りかな。お盆だね。12、13、14、3泊5日なので、はい、皆さん行ってきます。もしかしたら向こうで、ね、あそうだ、向こうでなんか動画のネタをね撮ろうと思ってるんだけど。あ、そうなんですね。でも必ずみんなこれ言うと、はい、じゃあ向こうでも食レポお願いします。あ、ちょっとお決まりのねそうですけど、いや今ねちょっと動画どうしようかな迷ってるんだけど、はい、マジレスするか、はい、やってこようかなでノリで引き受けるか迷ってる今。あ、食レポ以外を見たいですね僕は。食レポって、はい、でよかった。みんなねノリでね、梅さん、はい、アメリカでも食レポやってよって、梅さん食レポアメリカでも見たいって言うと思うんだが、はい、別にそんなの参考にならないだろみんな別にそうか、じゃあこのショップはやめとこうとかさとか、まあまあまあ、別に参考にしてないじゃん何が見たいかなみんな。何ですかね、レギュラーショーとかでね。そうでもないですよね。いや、やっぱね俺ならではの食レポグッズでも、はい、まあ、食レポ行く行かない関係なく、アメリカってこうなんだ、日本とこういうとこ同じ、日本とこういうとこ違うっていうのを、まあ、俺目線で紹介する感じかな。よくテレビにも芸能人がアメリカディズニーワールド紹介とかよくあるよね。ハワイのアウラギで、ね、はい、ミッキーに会いますとかやってるから、あのノリで、はい、なんかちょっとね、アナハイムだいぶみんな知ってると思うけど、あ、まあちょっと俺目線で、はい、日本とは違うんだよっていうのをね、うん、なんか紹介してみようかな。そうですね、梅さん目線の、うん、例えばウエスタンランドじゃないからね、向こうはあのフロンティアランドだから。ああ、そうですね、うん、とかね、はい、とか例えばそういう風かな、うん、あとそのアメリカ側の場所が、はい、あのウエスタンランドになかったりとかね。向こうはか、なんだっけ、ね、ニューオリンズスクエア。 あ、そうですね、うん、カリブの海賊の、そうそうそう、うん、あとクラブ33の場所も違うしね。そうですねとかあるので、ちょっと日本の流儀、日本では常識っていうことが海外では通用しないっていうこともあったりするので、まあそういうのもちょっとじゃあ紹介できるようならします、はい、って感じかな。はい、こんな感じで。あともう一個いいですか。何何、僕あのゴミ箱のお土産欲しいです、うん、なんで日本に売ってないので。ゴミ箱の土産なんだっけ。はい、あの海外で、うん、あのゴミ箱のモチーフのキーホルダーがあるらしいんですよ。はぁ、らしいんです。どこランド、何ランドのゴミ。アナハイムかワールド、どっちかだったはずなはずです。だって東京はない。パークはさ、ゴミ箱ってデザインってエリアによって違うじゃん。エリアによって違うんです。だからどのテーマランド。全部に、あ、全部っていうか、なんかセットって聞きましたね。4つセットとかだった気がします。ダストボックス、ダストボックスの、はい、キーチェーンか。もしキーチェーンがなかったら、あの
ゴミ箱の写真でも全然いいです。分かった。なんかじゃ見てくるわ。はい。ありそうなの買ってくる。ありそうなの。オッケー、分かった分かった。お金払います。ああ、オッケー、分かった分かった。オッケー、そんなもんかな。はい。でも梅さん、本当、海外の熱量すごいですよね。え、海外に行くっての？行く。その3泊5日弾丸で。弾丸とか、まあ、あと年パン作ったり向こうで。そうですね。まあ、あの、香港とかだったら、まあ、あの、うん、ね、あの、1、うん、2時間ぐらいですか、うん、フライト行けるじゃないですか。うん、わなかなか行けないですね。ああ、でも、逆に言うと、はい、俺逆で、キッシーとかの日本のパークへの熱量がすごいと思ってる。例えばさ、はい、キッシーホライズンとかさ、はい、シェフミとか多分行ってるでしょ、はい、そうですね。でこの間のミッキーカンパニー、ミッキーカン呼んでくれたじゃん。僕あの梅さんとミッキーカン行った後に2回行ってました。ええー、今聞いた。嘘でしょ。本当です。え、あの後、あの後、あれいつでしたっけ。5月か6月。そうですね。うん、今8月ですよ、うん、多分月1月ですって言ってます。え、俺と行った後に2回行ってんの。2回行ってます。マジ、はい、シェフミも、あれシェフミじゃない、ズンも行って、あ、シェフミも行ってるし、ズンも行ってますね、あの後。あの後で、聞いて、はい、俺は、ホライズンって今赤い衣装だけど、はい、昔青系だったの。青系です。で、青系が赤の衣装も変わったのいつだっけ、はい、2年ぐらい前、15周年の当日です。あ、じゃあ1年ちょっとか。1年ちょっと。俺そのホライズンの新しい衣装って、はい、俺まだ行ったことない。マジですか。あと、もっとすごいのが、はい、シェフミッキー、はいはい、シェフミッキー衣装今違うんだよね。今違うんだよ。今違うんだよねっていう、うん、まあ、確かにあのリニューアルは相当昔にしてた気がしますけど。いつした、いつでしたっけあれ。キッシーその古い衣装は知ってるの。あの写真でと、あと10年ぐらい前に元カノと1回だけ行ったことあるんで、うんうんうん、その古い衣装。はい、古い、あの白赤ですね、ミッキーが。そうそうそう。で、ミニーがピンクと白のワンピース。はい、そうですそうです。はい、じゃあ、キッシー年パー作って4年目ってことは、はい、少なくとも4年以上もうリニューアル。リニューアルなし、あの、なしだよね、そうです。あ、今の現行、現行のままです。俺だから、その古いバージョンの、古い時のシェフミッキーしか知らないんです。しかし。だから、この5年ぐらい。相当行ってないですね。で、あと、今日この動画を回してるこの時間。はい、なんか今日ディズニーシーのケープコットで、はい、なんか、はい、企業のコーラ、ね、コカ・コーラの貸し切りのファンパーティーみたいなのがあったんだよね、はい、でさっき知ったんだけど、はい、なんかミースマ、俺が好きだったミーアット・アンダースナル、ミースマの衣装の、はい、なんかグリーティングがあったらしいじゃん。そうです、グリーかミニショーだな、ミニショーですね、ミニショーか、はい、俺それ知らなかったよ、さっき聞いた。あ、僕も、まあ、公表されてるわけじゃないので、あ、はい、でも情報で知ってるよね。そうです、全然知らなかった。うん、だからミキカンキッシーに呼ばれなかったら多分行ってない、はい、でシェフミン行ってない、はい、でホライズンも行ってない、うん、でなのに今回3泊5日ってアナハイムに行ってしまう、行ってしまうという。いやーそれ、うん、やっぱその本家が好きというか、なんか視点がずれてるよね。きっかけもやっぱ違うでしょうし、でもきっかけは日本のパークだからね。ああそうなんです。なんだろうな、ね、おそらく、はい、おそらくだよ、はい、ホライズンも、はい、シェフミも、ミキカンも、はい、撮るのが大変だから。あ、予約がまず、うん、そうですね。で、海外は時間とお金があれば行けるじゃん、はい、そうですね、うん、あのハードルがやっぱりその低い。いや、逆に僕は高いような気がする。なんで海外旅行未経験というのもありますね。え、だってミキカン取るのに苦労しなかった。ミキカン、まあそうですね、苦労はしますね。じゃあ今言える範囲でどうやって取った。友達のからずっともらったり、自分でキャンセル待ちとか拾った。そうですね、例えば、ホライズンは当日予約、うん、あ、先着で朝9時で確かあるんですよ、うん、ネットで、うん、友達4人ぐらいでこう、うん、じゃあせーので入ろうみたいな感じで、1人だけ入れて、うんうん、で撮ったみたいな感じで、うん、シェフミも、うん、友達のアンバサダーホテルかどうか宿泊のを、うん、一緒にどうみたいな感じで連れてってもらったみたいな。あ、じゃあその友達のおかげだ。おかげで、はい。あ、多分友達いなかったら、多分。まあ、ウォッチで行くことももちろんありますけど。友達いなかったらどうやって撮ってた。自分でやっぱ撮ってます、ね。どうやって。ネットで。撮れる。撮れます。本当。いや、でも次の動画行っていいですか。今日持ってきたあの、うん、なんで次の動画行っちゃうんだよ。これ知らなすぎる梅さん、うん、度肝抜くようなのばっかりですよ。こんなのあんのっていうのばっかりですよ、これ。この台本になるこの展開。俺これどうやってまとめよう、はい、ちょっと待って、どうしようかな。
でもこれ俺海外行く動画だから、はい、そうです。じゃあこの後の動画で、動画で、はい、まあ、でとにかく俺がじゃあなんで海外にそこまで熱量があって、ね、熱量があって日本が冷めてるかって、はい、じゃあそこだけ言おう、はい、ね、そうだな、自分で自分を分析するに、やっぱり海外の方がやっぱハードル低い、はい、さっき言ったけど、例えば行ってしまえばうん、言ってしまえば、はい、例えばこれ前言ったかもしれないけど、はい、ミニの整列とかでも、15分ぐらいなんで待ち時間、うん、エントランスで今日で1時間半ぐらいですよね。でしょ。でそれをそのグリーンのところに行くとキャストがいると、はい、次右何時に来るって言って、右3時に来るよって言って時間言ってくれるんだよ。お、3時に来るのか、あと15分あるな、待ってよとなってんじゃん。待ってじゃん、で来るじゃん、はい、そうすると、はい、キャストが耳に聞いて、こちらの方はね、あなたがまさか来るっていうから15分も待ってくれたのよまあそんなに嬉しいすごいプレゼンがキャストさんもすごいですね、うん、わざわざ15分も待ってたのよこの方、わざわざ15分だっていうぐらい緩いので、はい、なるほど、うん、でまあ、当時の話で、今は何言ってんの皆さん、今だってピーク時に行けば日本人だらけで並ぶわって言われるかもしれないけど、はい、まあそこはね、うん、香港もそう、香港もね、日本の連休とかがあると日本人すごいね、あ、日本の3連休になると日本人ガッと増える、はい、シルバーウィークとか3連休とかね、とか行くとすごい、だから香港なんかも日本の連休外すとついてる、まあ前後するけど、はい、とにかく、あとなんだろう、はい、キャラにさほど執着がないかな。俺トレイルもだから月に1回も行かないね。ああ、はい、そうなんですね。行かない、余裕があれば行っても行かないぐらいだし、はい、でワンショもそんなに年に1回ぐらい取るか取らないか、1回取ったら満足だし、はい、今日の期待はで終わりだし、 あと仮装とかで行った時は、はい、たまに取ったりするけど、そのぐらいで、なんだろう、はい、広く浅く楽しもう系かな。そうですね、僕大体、地蔵ばっかしてますね。でしょ。3時間、5時間、6時間は普通に当たり前にしてますし、ね、一人でやってるとか動けないですし。わかる。でね、これちょっと言っていいかあんだけど、ちょっとこれは別の動画でいつか言うんだけど、はい、いつか言うんだけど、俺あの話は飛ぶんだな、はい、中川翔子、ショコタンの俺お母さんとちょっと個人的に知り合いで、でショコタンのお母さんが5年ぐらい前に、皆さんちょっと夏休みでアメリカのアナハイムのディズニーに行くんだけど、皆さん日程あったら一緒に行かないって、それすごいですよね、中川ショコのお母さんから誘われる、時間誘われて、ね、俺行ったことあるの、でもずっと一緒じゃなくて、じゃあちょっと日程聞いたら、はい、じゃあ向こうで1日だけじゃあ一緒に行動しましょうって、今インアウトは別で、はい、現地集合現地解散日本っぽいよね、いやまあ海外っていう時点でレベルが高すぎるんですけどでね、はい、でちょこたんのお母さんは、はい、昔まだ日本が街頭テレビで力道山とかのね、時にまだ力道山のプロレス番組の裏番組でウォルト・ディズニーがアメリカのディズニーランドをテレビでプレゼンテーションしてたディズニーランドっていうテレビ番組があって、はい、それをガチでリアルに見てた人なんだって、はい、だからアメリカのディズニーランドとかディズニーとかそういう子供の頃にすごいディズニーの影響を受けたんだって、だから娘がラプンツェルの声になった時も、はい、すごい喜んでたし、で俺今真っ先に皆さんの証拠がね、はい、ラプンツェルの声になったんだよ、やばいですね、でそんなしょこたんのお母さんから、はい、皆さんディズニーランドに行かないって誘われて、でじゃあいいですよって、でね向こうで俺2日ご一緒したの、あ、はい、で1日目は、はい、ウォルト・ディズニーの、生誕ツアーをやりたいって、要はウォルト・ディズニーが、はい、バンクーバーでスタジオを作って、はい、あと初めて白雪姫の映画を作ったところ、はいはい、あと見に行ったんですか、何言ってたんで、兄のロイ・ディズニーと初めてスタジオを作ったところっていう、はいはい、要はウォルトゆかりの地を、はい、一緒に車で回って、で最後、はい、ウォルト・ディズニーの
お墓に、お墓に墓参り行った2人で2人で、うん、なんでいやすごい、うん、すごいなと思いました、はい、墓参り行った。ででも翔太のお母さん、はい、ディズニーマニアでぬるいと思う。いやある意味すごくない？すごいですよ。すごいでしょ、はい、アメリカまでわざわざ行って、この夏休み行ったついでにウォルトディズニーに墓参りしたい、はい、俺その心意気に惚れて。それは惚れますね、うん、お母さん 俺一緒に来ますよ、うん、でウォルトディズニーの奥さんがリリーって言うんで、はい、リリーって言うね、リリー、はい、多分俺だからユリの花持ってったもん俺。途中行く前に花屋を売って、で、はい、俺ユリの花買って、はい、俺ユリの花を喧嘩してます、はい、っていうぐらい、なのでそのぐらい海外好き、うん、だからあのどこどこのポジションに行っていると何々が土線で来るとか、はい、の今日は誰々さんのローテーションだから中のフェイスは今日は誰々さんとか、はい、まあ、それはそれでうわこの人ディズニーパーク詳しいな、よく知ってるな、こうこうこう回ったらファストパス取ってこう取れるよっていうのも、まあ、その人がディズニーマニアで、でも俺はそうではなくてもうちょっとマインドとかスピリッツとか、はい、もうちょっとフィロソフィーとかもうちょっと別の視点でディズニーを極めたいと思ってるの で、ね、バックグラウンドというかその、うん、歴史部分も含めてだから、はい、もうちょっとそのそういう点でなんかディズニーパークを楽しんでリスペクトしていきたいなと思ってるからかな、うん、このなんて言うんでしょう、うん、多分日本人ですね、うん、僕は。ああ、質が、うんうんうん、はい、もう今ちょっとやっぱ客観的にこうキャラオタとか、うん、フェイスオータさんとか、うん、ダンオータさんとか、うん、やっぱ日本人気質な部分ありますよね。でもね、俺もそうだったんだ、3年目4年目全く一緒。あ、本当ですか、うん、俺3年目4年目ダンサードハマりした。あ、ダンサードハマりして、はい、でダンの写真撮ったりとか、そうなんですね、撮って今日のミッキーはこうとかね、なるほど、うん、あれ今日のミッキーはあーとかね、あれみたいな、そうそうそう、なるほど、ビデオ回してあー今日のミッキーはうんみたいな。ウメさん感覚というかそのやっぱ外国人気質がありますね。あ、それはあるね、やっぱアメリカ好きだし、はい、うん、女の子と通称取るときもついつい腰にこう手回しちゃうから外人そうじゃん、分かる、外人こうやるじゃんこうやって、なるほどなるほど、ついやったりするので、はい、いつからそうなったんだろう、ね、やっぱカルチャーというかその外国人やっぱ海外に行くと、うん、行くだけ価値観が変わるっていうふうにやっぱ変わる変わる聞いたことがある、変わる変わる、やっぱ家の中も変わるなので、別にアメリカがスタンダードで、はい、別に日本が邪道とかそういうこと言うつもりはないんだが、はい、やっぱりそのいろんな国の作法とか流儀があるので、うん、でまあ、別にいいんだそれは、はい、でもディズニーはもともとアメリカで生まれ育ったものでアメリカが発祥だから、はい、やっぱりアメリカスタイルで楽しむのが一番スマートでいいかなと思ったので、だからやっぱりキャラクターにガツガツとかダンサーにガツガツじゃなくて、はい、なんかアメリカスタイルで楽しんだ方が、うん、その方がもともと本家ディズニーがこう、はい、コンセプト、うん、こういう風に楽しんでほしいっていうのを、うん、アメリカスタイルで楽しんだ方がおそらくいいんじゃなかろうか。あ、これだ、これですね、アメリカスタイルで楽しむ、そうですね、うん、僕も思いましたが、スタイルですね、それだな、はい、うん、だからグーマクの掛け合いがとか、まあ、それはそれでいいんだけどわかるわかるっていうのは分かる、うん、うん、いいんだが、はい、うん、まあでもアメリカスタイル、アメリカスタイルかな。だからちょっと脱線するかもしれないけど、例えば、向こうの、キャラクターダイニング、はい、レストランとか行くと、やっぱいるのはファミリーばっかりで、あとキャラのグリーティングに並んでるのも、はい、やっぱファミリーとか子供が多いんだよね、うん、大人は並んでないんだよ、大人でカメラ持ってるのは日本人だけなんだよ、うん、だからやっぱりそのアメリカスタイルでやっぱ楽しみたい、うん、アメリカが発祥のパークでアメリカから生まれたコンテンツなので、アメリカスタイルで楽しみたい、これだ、そうですね、でもおそらく日本のパークも層が違いますよね、層が違う、そう日本のパークがこう楽しんでもらいたいっていう風なコンセプトがやっぱ違う、違う、うん、でも俺も押し付けないし、うん、日本に来て30年経って日本で、まあ、洗練されたというか、はい、通ったというか、そうそう、文化と文化交わったまた新しい独特のまたパークになってるので、うん、アメリカスタイルが通用しないからね、逆に言うと、はい、ここはそうそうそう、はい、うん、通用しないので、だからいろんなスタイルで楽しめばいいと思うので、なんか俺に関してはアメリカスタイルで楽しみたいなって感じかな、うん、まあでもいろんな楽しみもあるし、別に強制もしないし否定もしないので、まあ
その代わり日本スタイルで、はい、こうバナナをこうやって、こうやって楽しんだり、はい、あのゲートに始発で並んだりとかね、はい、そういう日本スタイルも楽しんでるので、こんな感じかな。そうですね、こう動画見てらっしゃる中、うん、こう人たちの中にも、うん、梅さんに近い感覚の人がいると思う、うん、こんなチャンネル登録してくれて、こんな動画をここまで見てくれてるんだったら、おそらく、2人もいますからね、うん、おそらくそこで、そうっていう人はいると思うので、うんうん、まあ、そういう人は引き続きチャンネルよろしくお願いします。まあ、こんな感じで、うん、はい、アメリカも行ってくるんで、はい、楽しんでいきます。はい、ありがとうね。はい、行きます。